お前なんか今日太いなんだけど大丈夫？そうなの。泣いたの？どう？どうって。どうって。養生養生で二人する。よいで。おお。98話タバスカッツラ即終了コーナーとゲーム僕たちが元気の主にアイドルリアルリアルリアルピースよろしくお願いします。デン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 。はい、ということで、やってまいりました。何よこれ、こんなにコーラたくさん並んで。ん？おや？おや？こいつの中に、このコーラを、あのタバスコをランダムに買って入れます。はいはい。で、一つこの中にタバスコが入ってるわけに、そういうになるじゃん。うん、うん。そういうしたら。うん、うん。そのタバスコを吸ったら、あのそいつ負け。それでは、聞く、スタート！で、そこ行ったら鍵閉めてもらって閉じ込めんの鍵閉めんのお前出とけよお前出とけよ鍵閉めてはいよし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 閉じ込めたんだあいつはもうベランダから出てよしよし帰りますかよし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 俺さいいじゃん、どこがいいかな。ここさ、絶対に端から攻める。あ、わかる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 、うん、絶対端から攻める。真ん中がいいね。どっちを先に行くか。でもね、コペの場合俺いつもなんか外れたくない時はそうやるかもしれないけど、うん、あいつ、あ、飲みたいって思う時あるあーね、飲んだ方がおもろいから、はい、謎のエンターテインメント性だし、謎のプロセスとかある。そう、謎のさ、え、なんかタバスコ飲んだ方が面白いんじゃないかみたいな、うん、その時はちょっと真ん中から行こうかな、真ん中から行こう。あ、確かにそうだ、ね、真ん中行ってみる。あえて止まんないからね。あえてだけ確かに、いいかも。向こう聞こえてるの。あ、コペ、あ、大丈夫、TikTok 撮ってない。おぉ、あぁ、おぉ、あ、やばい、おい、見られた、俺らバカすぎた、俺らバカすぎた、間違えた、おい、今までの顔何も言わない。いや、でも、これですね。いや、確かに確かに見せたけどね、今ね。イエーさあ、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 さっきの何だったの。待って、さっきさ、ちょっと、チラ見しちゃったんだよ。おぉ、でしょ、うん、チラ見をしたのも分かってる、俺らも、うん、え、分かってる。さっき開けた時に見たなっていうのを見てないと、あ、分かってる。それも含めて、これにした。え、そしたら、え、行っちゃっていいのかな。行っちゃっていいよ、うん、いや、この辺自信あるんだけど。あ、うん、行きます。はい、負けないもん。おい、次の日で行くか。数だね。オッケー。よし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 。これは絶対に仕留めたいぞ。マジで仕留めたい。これ仕留めたいな。仕留めたいやろ。いつもこういうのなんか俺つえみたいなの言ってるからな。心理系なら負けみたいな。これは行きたいな。冷たちょっとでもみんな気をつけて。ちょっとでも足が当たったら。ああ、なるほど。梅雨でいい。梅雨でいい。よ。ちょっとでも、あ、ちょっとどころかめっちゃ踏んだ。結構さ。読むじゃん、僕たちの性格を。読む、あえて、あえて、僕、止まんなかったんですよ。僕、それ、ありだと思うんですよ。これも、だから、ね、真ん中が端に行きます、ね、うん、分かりやすい。ね、そう、ね、ね、おぉ、おぉ、おぉ、じゃあ、あえて俺はね、ここにするわ。おぉ、え、ここ行きそう。やっぱ最初のコーダの、大丈夫、え、やばい、やばい、こう、いいと思った、ね、これで、行きます。あいつは中途半端なところを狙っていく。ネトミ、ソネミよ。お、靴下びちゃびちゃになっちまったんだよ。脱いでんじゃねえか。しまったぞ。オッケー、任せろ。僕、最強だから。おー、なるほどね。これは考えたな、いろいろ。こいつだけキレすぎるやろ。おー、そこに来ていた。おー、はい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 。おかしいやろ。でも、こいつらそんなに度胸ない気がするから、こいつを逆に倒そうかな。なるほど、
それではこいつからいきたいと思います。カズ、下見たちゃんと。何そのストロー。下見てろ。わぁ、本当に大丈夫かそれは。大丈夫よ、こんなとこで尺を使ってらんないんだよ。尺を気にするの。編集者としての考えから。いくぞ、3、2、1。うん、ああ。もう課長の今の言葉でもう余計大丈夫だった。あれなか正解の時絶対止めんもん。あ、分からんわ。でもみんなのやつを考えると、多分だけど真ん中か両サイドを行こうとするけど、コートあたりが、いや分からんよ、うん、でもあいつ真ん中とか両サイドとか分かりやすいとこ置いたらあれじゃねーとか言って、こういう微妙なとこに置き始めようとするっていう、その2つの戦いが争った気がする。真ん中が端に行きそう、うん、じゃああえて俺はね、ここにするわ。おお、ここえここ行きそう。やっぱ最初のコーダーの、大丈夫、やばい、ここは端にこういいと思った、ね、真ん中と両サイドのなんか分かりやすいとこに置くやつらと、うん、この微妙なとこに置くやつらの戦いがあった気がする。はいはい、なかったら恥ずかしいけど。もう反応一緒で、まあ、でも俺のなんか倒したいっていう感情がみんなある気がするから、そういう戦いが起こった気がする。満場一致にはならん。ほうほう、最後はそれにしたいのだろうけど、それが真ん中か両サイドかここの微妙なところ、どっちかがわからん。真ん中行ってみようかな。怖え、真ん中。怖えよ。めっちゃ怖え、真ん中。両サイドはないな。両サイドないな。両サイド行こうかな。いくよ。3、2、1。わあ。セーフ。決定するまで長いけど、決定したらやっぱお前は早いね。確かに。別に何のヒントもない。いや今のでちょっと分かったわ。決定したやつ早く飲めってことよ。うん、だから早く飲んでほしいのよ、両サイドを。お前ボケ掘ったな。俺のそう、ここ行くわ。いくよ、3、2、1。今のコータのセリフはめっちゃうまかったわ。なんか笑わないところで転んで誰だよ笑ってたのってようなやつだ。じゃあ次僕で。オッケー、僕は見せてやるよ。課長さ、あいつさ、なんかさ、性格を知ってっからさ、こいつが動いてるやつどんどん飲んでくよね。あ、これうん、確かに。あいつそういうやつだから、あいつ悪どい、悪どいから、悪どいからね。こいつがどんどん動いてるところからどんどん破壊していく。わかった、これ全部炭酸抜けばいい。ないけど、だとかなるか。うわぁーす。うわぁーす。うわぁーす。よし、場所はもう関係ない。あいつが見るのはそこだけだ。さあ、このままでいいじゃん。このままでいい。よし、これでいこう。これがしたい。これがセーフでしょ。そう。さすがにね、うん、もう何年もね、こういう、うるさかったでしょ、俺は。え、なんか動きてたね。愉快なり。考えても、うん、あのダメだし、うん、あのなんか勘っていうのもダメだって分かったから、うん、パワーを下げればいい、うん、こいつは平気だな、うん、いきます。はい、3、2、1。パワーじゃないから、これ見てるから。ほら、でかいね。
コーラがやっぱり頭使ってんじゃねえかよ。お前頭使ってんの分かってんだよこっちは。恥ずかしい。何も言えん。なおはどう来るのかな。いや全然分からんかった。え、誘導できないの、こういうのみたいに。意味ある、意味ある。真ん中とか端っこっていう、すげえ真ん中端っこって意味ありますみたいなところか、意味ないこの2択で、あいつは味を狙う気がする、最初。はい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 、一番怪しいのはここだと思ってるからね。そう、右利きじゃん、うん、あいつ、天の弱だから左側行きそうなんだよ。よいしょ。いいよ。ほう、デコボコですね。うん、ママミヤ。多分ね、真ん中と端は平気なんだ。いやー、どっちかなんだよな。はい、すって見るじゃん。俺呼ばれるのが下手だから。守りが弱いからね。そうそう。うわー、真ん中怪しい。けどあえていく。うん。あえていく。うん。ああ、素晴らしいね。ああ。はい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 。ってことはここ違うじゃん。わかりやすいところ。え、ってことにならない？なるよね。うん。はい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 。次に行く。ああ。ここまでが2択だったから。そう。なおの中の、そうそうそう、そう、真ん中端っこと意味がないところと意味あるところ、なるほどね、2択で分けて、そこで俺は今勝ったんだ。じゃあそう、勝ったの、うん、こっからはもうマジで俺との勝負。そうだね。ああそうだね、うん、心理戦が始まる。ここからこっち平気な気がする。どうだろう。うん、こっち平気な気がするんだよな。でもそうだもんね、こっちかこっちだもんね、決めるとしたら。そう、もう右か左か。こっちが平気と見た。いただきます。やったー。俺らの2択に勝ったね。前でも左か右かの2択は負けた。ムカつくポンポンポーン。どうだろう、口のところに全部タバスコつけておこうかな。ガチャガチャガチャ。自分の仕事に絶対ないよ。あ、それどこでもいいんだよ。あいつね、本当にバカなのよ。あんま関係ないんだよ、そこに置くとか。本当にバカだよね。どこにする。どうぞ。よし。おー。一発目は噛んでいく。で、二発目は誰かに聞いて、三発目は誰かに聞いて、この一回一回違う人からヒントを得ていく。あー、なるほどね。これ。はい。いきます。はい。3、2、1。うん。おお。いや、でもまずいんだけど。カズ。はい。分かりやすい端と、うん、分かりにくいこの2択を、うん、どっちのと思う。真ん中を飲む。真ん中を飲む。真ん中行く。オーケー。3、2、1。うん。おい、すごい。数が大丈夫って言ったから、この両端もないはずなんだよね。で、なおこれ大丈夫ってことは、俺の予想はここかここなはずだ。うん、ここに行くわ。うん、よし、大丈夫。俺は今ね、飲まないことしか考えられないから。うん、行きます。はい。3、2、1。